皆様、オラオレンジクレープカロルチャンネルのお時間です。雨今日はですね、クレープを買いに来ていただいたお客様と現代について色旗会議してみたをお送りしたいと思います。そうなんですよ、ね、でも最近降ったらこうね、災害起きるぐらいな、あーそっちの心配もありますよね。あんまりなんていうのかな、降りすぎちゃうとみたいなね。なかなかコロナやらなんやらいろいろと心配事と言いますか多いですね。心配事が多いですけど、備えあったら嬉しいなで行きましょう。今日は子供さんちは、遊びに行っちゃったんですか。あ、家にいるんですか。家にいますけど。天気いいから外に出ればいいのに。でも結構なんかうちの子供らもそうですけど、昔の子供ってこう外で遊んでたい、とにかく外で遊んでたイメージあるじゃないですか。うん、そう。今だけやっぱ家の中にいる率高いですよね。見るものがあるから、ね。ああ、そうね、そうですよね。うん、そうなんだよね。もう下手すれば一人一台ありますもんね。何らかしらスイッチ持ってたり、うん、スイッチ持ってれば YouTube も見れるし、そうですよね。そうなの。スマホ持ってれば何でもできちゃうし。そう。YouTube 見始めるとずっと見ちゃうよね。まあゲームもやるけど、ある程度時間経ったゲームそうですね。YouTube ってずっと見てるから、母としてはお勉強しなさいよって思っちゃうんですね。子供たち、あ、母は、はいはいはい、心配しているよ。画面もちっちゃいし、そうですね。うん、テレビ、はい。俺のことね、テレビの時代はまあ終わったねみたいな。ああ、そうですね、終わりましたね。だから結構なんでしょう、うん、NHK が躍起になって、うんうん、受信料ね、取るように、そうだね、なんか言ってた、うん、なってますけど。なんか受信って、ネットを受信できる。まあいろいろなこと言ってる人がいますけど、うん、なんて、まあ、でもみんなあのあれを見てるの、朝ドラ見るみたいな、あれですよね、そういうのもなんか見てないと話ついていけないかなみたいな人もいるでしょうね。あ、私なんて全然見る時間ないから全然わかんないけど、割とこう主婦もなんだろう、録画したりしてドラマ見たりなんだりしてるもんね。そうですね、夜にね、仕事終わってご飯食べな、ちょっとゆっくりできる時間がにそれを当てるんですかね。全然ついていけない。もう全然合わないです。私が今何やってるみたいな。もう本当テレビ下手すりゃ1週間で1分見るのっていうぐらい見ないんで。そうだよね、テレビ見なくなった。なんかご飯食べるときにとりあえずかけてみるけど。はい。見たいものしかやっぱみんな見ないから。ああ、そうですよね。うん、だから、ね。YouTube なんかは見たいものを見に行くっていうスタンスだから、やっぱこうずっと見ちゃうとかね、あるかもしれないですね。興味あるものとどんどん出てくるから、うん、できてる。あのブラウジング機能というのがね、すごいですよね。変な話、Amazon とかもそういう興味がありそうなものをピックアップしてくるじゃないですか。そうだ、ああいう発想というかこう ね、だから人を知るというか、ね、そういうのが最初はそういうのはこう気持ち悪いと思ったけど、今もう平気になっちゃった。そうですよね。
なんでって最初は思いましたよね。ニュースなんかもそうですよ。あの全く同じものがみんなが見てるものが全部一緒だという勘違いをしてるんですよね。そうだね。テレビはみんな一緒のものしかやってないから、そういうふうだけど、そのニュースなんかもその人が検索をかけたものとか、クイックしたものでクイックしやすいものをこう載せてくるんですよね。Amazon なんかメール来ますもんね。こういう商品がありますよみたいな。そうメールが来るんです。メールが来るんです。あの一回買い物カゴに入れたやつとかで買えなかったやつとかは、そうメールで来るんですよ。すごいよなと思いながら。いろいろこう本当に便利なんだか操作されてるんだか分かんない。なんかね、そういろんな方向に持っていくと持っていけますよね。そうです。なんかそう考えると。そうですね。カルロスも自分をしっかり持ってとよく言ってもらえてます。ありがとうございます。抵抗できないですよね。そこがねできない。もうできない。変な話、田舎から都会へ人が集まるっていう行動と、それに抵抗できないその、あの企業のね、そのメールとかそういうスマホとかっていうものに抵抗できないっていうのと同じなのかななんて思いながら、で子供らにはね言うんですけど、ね、あの見る側じゃなくて見せる側、にならないと、あの要はアマゾンを利用するけれども、YouTube 見るけれども、見せる方に行った方がいいよねっていう。そうね。なかなか難しい話ですけど。でも多分そうなりたいと思う人はいっぱいあれですよね。それからどんどん子供たちも。ね時代が変わっていっちゃう。だけどその昨日娘がことわざカルタっていうのをやってましてね、こういうのは残しておいた方がいいよねって思うようなことがやっぱ多いですよね。だけど今の学校の授業ってことわざなんで、まあやらないと思うさ、あんまり、それで詰め込みやらせるんで、本当のなんていうのかな、日本人に必要なことというか代々言い伝えられてきたものっていうのを大事にした方がいいんじゃないのかなって僕は最近考えてますけどね。結構だから昔自分たちが習ってたこととかでも今やってないってことが割とあって。そうです ね、え何やってんのじゃみたいな、なんかそうなんとなくこうみたいな多いですね。僕国語の子供たちの国語の教科書なんか見て、やっぱこんなことよりも、こんなことって言っちゃ失礼なのかもしれないですけど、こういうことよりもその言葉さを例えば深掘りして、最後まで動画を見ていただきありがとうございます。やっぱり母や親は子供のことが一番気にかかるみたいでしたね。皆さんはどうだったでしょうか。お待たせしました。それでは皆様アディオス。